くすみ、乾燥、小じわ、むくみ、ベタつき、たるみ、お金も時間もかかりません。 2,3 分でお化粧がピタッと乗るので、朝のメイク時間が短縮できたり、洗顔料は使いません。洗面台が汚れないし、洋服も濡れないので楽ちん。肌はもちろん、心も体も元気になります。こんにちは、ヘアメイクの山本ひろみです。スチームオンガンというのは、この今治美肌タオル1枚で肌を温めて洗顔する美肌メソッドです。洗顔といっても洗顔料は必要ありません。基本は蒸す、拭く、流すという3ステップ。忙しい朝でも3分あれば、透明感ある湯上がり美肌を叶えることができます。実はこの今治美肌タオルには、滑らか面とパイル面の2面があるんです。肌を優しく温めてくれるのがこの滑らか面、ベルベットの肌触りです。パイル面の方はマッサージ効果で巡りを良くするのにぴったりです。では実際にやってみましょう。基本は蒸す、拭く、流す、3ステップです。まずスチームタオルを作ります。電子レンジでチンしてもいいんですが、洗面所で簡単に作れるのがひろみ式です。この作り方だと手がカチチってならないんですよ。滑らか面を顔に当て、気持ちよく包みながら温めます。タオルが冷えてきたら、もう一度スチームタオルを作り、同様にしてください。2度蒸すのがポイントです。肌が十分温まったら、朝起きた時に気になる目周り、鼻、口元を滑らか面でさっと拭きましょう。次にタオルを裏返してパイル面を上にし、三角形に折って指を当てます。そして耳の前後をちょっと強めに拭きます。耳の周りにはツボがたくさんあるので、目がパッチリしたり、フェイスラインがすっきりしたりするんです。続いてパイル面を使って首筋から胸元にかけて流すようにして拭きます。鎖骨の部分も刺激してあげると、顔のむくみやくすみまで解消して気分もすっきりしますよ。男性はひげ剃り前に使うと、ひげが柔らかくなってカミソリ負けしにくくなります。上質な今治産タオルなので、赤ちゃんからお年寄りまで老若男女気持ちよく使っていただけます。時間がない朝も気持ちよくスタートできて、綺麗のスイッチがオンになるスチームオンガン、ぜひ試してみてください。